はい、皆さんお疲れ様です。今日はですね。9月3日です。すっかり秋って感じになりましたね。いよいよ、また自転車のシーズンがやってきたなっていう感じですね、えー、先日まあ、旅に行ったあのー、動画をアップしましたら、まあいろんな方からいろんなお話をいただきましてね。あのー、まあ、俺も旅に出たいぜみたいな話を。 このお客さんたちがスクールのね生徒さんたちが言うようになって「ど,どうしたらいいでしょう?」みたいなことを言い出すんだけどさ「どうしたらいいでしょう?」じゃねえんだよ。行 <laughs> けもうあのね少なくとも日本国内を行くだけだったらな何の準備もしないで行っちゃっていいわけですよ。何にも考えることないですよ。あの行き先で困ってもあ,のある程度元気持っていればそれでもうことは解決なんだからとにかくね旅に出ちゃえばいいわけですよ。 でバックは「いくらさんバッグは何ですか?」あのこう全部教えてくださいみたいなことを言い出す人いるんだけどどうでもいいんだよそんなことは <laughs> あのどのバッグじゃないと旅ができないとかそういうことじゃないんだからどうでもいいのねでちなみに何を持ってったかをちょっと説明しましょうでこの間言ってたのがこれがねツーリングマップルってやつなんですよでこれはか関東甲信越版を買ったんだけどでここがこういう何あの針金みたいに出てきててこう,こうガバッと。 ガバーッと広げられるようになってんだけどねでこれなんでガバッと広げられるかっていうとガバッと広げてオートバイ用なんで多分タンクバッグにこう入れろっていう意味合いだと思うんだよね。で普通のあのこう,こう閉じ方だとこうガバッて広げると傷んじゃうじゃないだけどこれはあのわざわざこうやってガバッと広げてこうあのタンクバッグにこう入れて運用してくれっていうあの意味合いのものなんだと思いますよ。相当詳しいわけよほら めめちゃめちゃゃ詳しいでしょ、ね、だからこう,こういうんであのツーリングの計画とかねなんとかをこう、えー、立てました。それと、えー、スマホの地図は普通に Google マップとあとはですねあの標高が分かるソフトがあるのね。えー、と標高が分かんないと うん、自転車乗りだと困るじゃない私はねスーパー地形っていうこれねス,スーパー地形っていうこいつが特定のののポイントの標高ががいくつっていうのが分かるんですよだけどねきっとこれあのこれは自転車用じゃなくてあのこれ登山用なんできっと自転車で走る人にはきっともっとこのなんだ指定したコースでこう高低差がどうのこうのっていう。 もっっととと便利なソフトはきっとあると思いますよ、うん、私はそういうのを <laughs> あんまり詳しくないんで私よりももっとあの詳しい情報はネットを探すといくらでもこれは出てくると思いますだから私が今回使ったのはこのスーパー地形っていうのと、えー、普通に Google マップですねそれから防犯であのブランドを消しちゃうっていうのはあれはなんか皆さん結構衝撃的だったらしいんですけどだって効果あるべ <laughs> だからあれと。 普段私がねやってる防犯のグッズはこ,これですねあの例えばこれねこれはクイックの特殊なキーをこう使わないと抜けなくするやつだからそこらにあの1時間2時間注射しちゃったってあのホイールだけ持っていかれる可能性がぐっと低くなるっていうやつなんですよ。これはどっかの台湾メーカーのだと思うんだよねあんまり名前が売れてない台湾メーカーのでこれはクリプトナイトって チタンアクスルでこういう高いい高やつなんでねでこの工具がなないいとこれれは取れないわけですよこの工具でぐる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 って回しちゃうんでこの工具が専用工具がない限りはあのよほどなんかあのごっついプライヤーで握るとかなんとかしない限りは回せないっていうやつです。だからこ,こういうのなんかがあるあの私はこれ使ってないですけどねこれじゃなくて私はこれに似たようなタイプの今運用をしてますけども。 で旅に出る時にはクイックにしちゃってます。そうじゃないと行った先でホイールを脱着できなくなっちゃう。パンク修理もあのやりにくいし、あとはあの出先でこれ用これ用の特殊キーをなくしちゃうとそれこそ身動きが取れなくなっちゃうんで、旅に出る時には普通にクイックにあの変えています。とバックですけどバックはね小型のあの D パック1個とあと これだけけをつけていきましたでこれはあのシートピラーとかにこれつけるのだからこ,この下に後輪が来るわけね当然こうやってブランブランってなっちゃってるんで重いものは良くないんだろうなあの私は着替えしかここに入れていかなかったですけどねで着替えを入れてでこれはあのこれトピークなんですけどあの専用のレインカバーもあるんで、まあ、雨は降っても大丈夫だなっていう。 あの計算なんですよねそれとこれをこのレインカバーつけちゃって運用してる分にはちょっとこれこれ自体が泥よけ代わりになってくれるだろうなというそういう計算もあってこれをつけましたでこれはね輪行する時にはワンタッチで取れるのねここ,ここで固定しちゃってるじゃないここにシートピラーが入ってでこれはねこうやってやってこうやってやるとワンタッチでこう取れるわけよでこれは車体側に残るんだけど。 これはリンクをするときには、えー、と D パックにくくりつけてたのかなだからあの私は今回の2泊3日の旅ではこいつとあの背中にしおぶそれだけですねフロントバッグはつけてないですそれとあとはボトルケージに、えー、ボトルがあのボトルがっていうかあの片側切り引き片側、えー、ボトルっていうだからそれで終わりですねで今回2泊3日で どっかに宿取ろうっていう計画だったんでそんなになんか道具がかさばらないわけじゃない炊事道具とか、えー、テントとかなあの寝袋だとかそういうのは一切ないですからだから持ってったのは着替えぐらいですね着替えと多少の修理道具と輪行袋みたいなね感じですねでえっとね皆さんね計画を練りすぎ考えすぎうん考え 考えすぎないでささっさと旅に出ましょリン行袋さえあれば何だったらもう帰ってこれるんだからあの行ったすぎでやばかったらうんともう本当に身動き取れないんだったら、えっと、タクシー呼んじゃって最寄りの駅まで行ってその最寄りの駅でリンゴ袋で帰ってくればいいわけじゃん。でタクシーだってさあのタクシーに乗らないよって言ったってあのその時点でリン袋に入れちゃって後ろのトランクに入れてくださいって言えばさ あの乗せてくれるって <laughs> 大丈夫だってあの海外だと何されるか分かんないよ日本国内は大丈夫だから <laughs> ねからあれこれ考えてないでさっさと旅に出るそういうことですでそれをな何回かやっていくうちに自分の旅のスタイルっていうのができてきますんでこいつに聞く必要性はないですよ、うん、皆さん自分の旅のスタイルをあの模索していきましょうだからそのためには旅にこう出ちゃう。 出ちゃっっっって帰ってて行帰れれたたんだったらそれでいいいじゃなでですかでそこからあこれが良かったなこれはうまくなかったなっていうのが分かるんだからそれを次の旅につなげればいいんですよ。で残念ながら途中でなんか帰ってきちゃったっていう時はそれはそれでその反省点を踏まえて次の旅につなげればいいんですよ。ただそれだけのことです。なんてことはないです。でえー、っとね。<laughs> あと味噌の件もあれこれ聞かれてえっ、ー、とね「味噌はこれです」「ドン」で「辛い」って書いたんだけどマジ辛かかかっっったたた <laughs> 道の駅で買ったととなんんお客さん言ってましたね、うん、それと,、えー、といつもあの私が見せている霧吹きなんですけど8月の終わりにねこう水を補給してて自宅であの洗面台のところで補給しててつるって滑ってドンと落としたら割れちゃって。 うん、それでもね5年ぐらい持ったよこの霧吹きは、うん、ひどいとあのワンシーズン持たずにあのダメになっちゃう切り引きってあるけどこれは5年ぐらい持ちましたでホームセンター行ったらさそっくり同じのが売ってたんだよね、うん、これまた買いましたこれはなかなかいいですよこう角度変えてもちゃんと出てくれる先端のところ調整すると霧の,この出具合も調整してくれてなかなかいいですね 八産業株式会社なんだってうんだからもしも同じのが買いたいって言うんでしたらこれはホームセンターかなんか行くと同じものが売ってるかもしんないあまあもしかしたらあのネットでも買えるのかもしんないですねこんな感じでえ旅に出てくれたまえあとねサラリーマンなんで普通に土日歳日しか休めないっていう人もマイナーなところに行く分には全然平気だからね マイナそれと私がビジネスホテルうんぬんって言ってるじゃないあれもビジネスホテルもビジネス客が多いところは、えー、土日祭日はビジネス客がいないからガラガラっていうところがありますから、うん、そうするとあのビジネスホテル側だって喜んで自転車の客入れてくれたりしますんでね、うん、だそこはあ,のあんまりあんまり皆さん気にしすぎなんだよ考えすぎ。 考えすぎだから考えてないで行動しましょう。えっと、旅の話はこんなもんかな。あのーこ、ここにウルトラワイドモニターを突っ込んだってこう言ったじゃないこれね、すっごい広いんだよ。1メーターぐらいあるの、幅が。だ <laughs> 今まで使ってた27インチの,の iMac の横幅で、あ 横幅だけで言うと多分倍ぐらいあるんんだよねでなんでな私こんなことやったかっていうと動画の編集ソフトのタイムラインというこの時間軸をわーっとこう並べるのに予感と思ったのよで同じことを考える人はどうせ世の中いっぱいいるんだろうと思ってさいろいろネットで検索してみるとそういうことをやってる人が全くいないんだよね。おかしいなおかかししいいななと思ってて で導入してみたらすすごい使いやすい使 <laughs> や例えばさあの私の動画は最近は30分ぐらいが多いじゃないとうと30分分をここにわーっと並べることが、まあ、まあ当然できるわけね。当然できて、えー、とそれが今までの環境だと半分ぐらいのところで表示させなきゃいけなかったものが倍の倍の広さで表示ができるわけですよ。そうすると、うんあの 何かとこの調整がしやすいんんだよねなんで世の中の皆さんこういうことをやらないのかがよくわからないだってこの,このモニターだって十何万円かで買えるんだから何で皆さんがやらないのかがよくわかんないですよね。よくわかんないって言ったらあの霧吹きのことだっていまだにやってる人がほとんど見ないっていうのもあれも不思議だしあとはね最近私がこうやりだしたのがこのカメラにね こういういのを付け出したねこれはこうなってるわけでこれこれがねあの何者のなのかっていうとカメラはここだけなのよでカメラに付随してる部分がいっぱいあるわけで何なのかっていうとここにモニターがついてるでしょそれから XLR アダプターって言ってこれはあの音声の信号を処理処理するっていうか設定するもの なのね、でこれはあのカメラにダイレクトについていてカメラと電気的にもあのダイレクトにやり取りをしています。でこれはあの業務用カメラはみんなこれついてるんだけどここで、えー、ボリュームからあ,のあとはかマイク側に電源を供給するかどうかとかそういうのなんかが全部あの設定がこうできるのね。設定して設定定ししてててが完了したらこうやって蓋を閉めて 間違って操作しないようにっていう風なこのオペレーションをやるやつなんですよ。でこれがついててこっからえっとこうマイクが出てくるんだけど私の場合にはこの何この無線でこう飛ばしちゃってるじゃないで無線で飛ばしてこれは送信側だからで受信側のをここにつけるわけガチャンとつけてここにつなぐわけ。 そうすると私がこう喋ってるのが無線で飛ばされてここの装置に入って電気信号がこっちに行くっていうふうになるのね。それとここについてるこの映画の撮影用のみたいなこれは何なのかっていうといらないあの光をこ遮断するやつね。でなんでこれをやるのかっていうと私の場合は室内での撮影が多いんだけどライティングこうやるじゃない。 ライティングやるそれから、えー、とレフ板なんかでそのライトをまたあの角度を変えてやったりとか、えーとえー、光の硬さを変えたりとかするんだけどそういうんでそういうであったライティングなんかがこ,こっちに入らないように余計な光が入らないようにするためのこのカバーなんですよ。というのをねこう一括して運用するためのこういう,こうなんつんだっけ こういういのをねこう導入したのでなんでこれ導入したかっていうと今ねねこれがめ、ね、めちゃめちゃゃ安いんだ昔からこういうのはあったんですよ撮影を補助するための各種、えー、機材っていうのはねあったんですけどと、ね、ドイツ製だったりアメリカ製だったりでこんだけのことをやろうとすると多分十数万円かかってたんだよ。 で今私が使ってるこれっていくらかっていうと1万いくらかでこれが買えちゃうカメラとかねこう,こういうモニターとかなんとかそういうのは別ですよそういうの別でこの枠こうくっつけてる枠あとこ,ここのとかねこういうのとかこういうのなんかが丸々まとめてえ1万円ぐらいで買えます多分メイドインチャイナやねメイドインチャイナで無名メーカー品なんだけどこれがアマゾンなんかで売ってますんで 試しにに買っっってみみるるかたたいななことができるようになっちゃっただからあの今私はこういうんで運用してますで今まではどうしてたかっていうと適当にステーをかましてそこに、えっと、タイラップで止めたいとかねなんか結構み,みっともないみっともないしあのやり終わったらなんかいちいちこうニッパーで切って外さなきゃみたいなねでオタ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 しながらやってたんだけどこうやって機材買っちゃえばしっかり固定 できてでなおかつ何か仕様変更するのも簡単だし確実にここに固定できているしってだから安くてなんか物事がいい方向に向くようにあの機材がの揃えられるようになりました。うん、<laughs> でじゃあこのこの装置はいいのかっていうとそりゃ安いだけあってあの。 安安定定性性ががななないいいですねあの安定性がないっていうのかな例えばねじ山がちょっとおかしいなとかね面がこう合わないなとかねいろいろあるんですよ買ってみると。うん、で高いやつってのはそういうのが全くないのこの一個一個合わせるとピタリとこう収まるんだけどこれは、えー、と品質がそれなりでそれなりっつったって値段が23割安くってそうやって質が悪いっつうんだったら買おうって気になんないけど値段が10分の1ぐらいなんだからいいじゃん別に。<laughs> <laughs> いいじゃんそのくらいあの気にすることはないよあのや,やっちゃうやっちゃってみてそれであとは運用でどうにかすると、うん、そ,れそれで十分あのペイしますね私なんかはこう面倒がなくなるっていうことの方がよっぽどあの大事プロの制作現場だと,、えー、とそういうことはあんまりやんないんだよねなんでかっていうと、えー、人がいるから。 で私はほとんどのオペレーションをワンマンでやってるんでこうやって機材にお金を機材で解決する方向で物事をあの考えますあの。人がいるとさじゃあお,お前アシスタントそこ持ってやろうとかねそこガム手で飛べろみたいなことになっちゃうじゃん。うん、だからそれでこうことは進んじゃうんでそれでうーんう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 んにょうんんって。 なっちゃうんだけど、私はそのオニオニオにができないできないっていうかやろうとすると大変なんで、こうものを買って解決しちゃうでものを買って解決するをずっとやってると、えー、物で解決する方法がうまくなっちゃうんだよな。<laughs> まあそういうことなんそういうことなんですよ、うん。はい、じゃあ次回予告です。サーモカメラを買いました。あの iPhone に。 でこれで、えー、とディスクブレーキの、えー、と温度変化なんかをねちょっと見てみたいなと思ってます。まだテスト撮影もやってないんでうまく撮れるかどうかわかんないんですけどね、まあ、まあちょっとこれ楽しみにしててください。これ大体 Amazon で4万円ぐらいでした。 シマノの新製品発表会を来週だったっけな来週ん ?9 月18日ですね再来週かなに行ってきますえー、その報告も、うん、やらせてもらいますね今回はね XTSLX あと GRX だね一番の目玉は GRX になるのかなうんってな感じです どうぞお楽しみに。